皆さんこんにちは、風道でございます。本日令和2年1月5日でございます。久しぶりのバイク動画、元ブログやっていきたいと思います。まあ去年1年はね、まあいろんなことにチャレンジするっていうね、自分の中での公約を掲げた年で、まあこのバイク動画以外にもね、いろんなコンテンツを YouTube でね上げさせてもらって、おかげさまでね、皆様のおかげでなかなか飛躍できた年なんじゃないかなと思っております。で、まあ、30日の日にね、まあ、こうやってこの KPG のねコンテンツのオフ会なんかもやらせていただけるようになったりしてね、まあ実に実りの多い1年だったなと思いきや、まあ見てくれた人もいると思うんですけどもね、大晦日最後の最後にね、なんとこのデイトナ675、デイトナ君がね強風によりぶっ倒れてね、この横のねカウルの部分割れて、ウインカーが折れるっていうね、ウインカーの根元が折れるっていうね、大惨事に見舞われてね、なんだよと気を落としてこのまま年を越すのかと思ったんですけどもね、温かいコメントをいろいろいただいてね、すごく励まされたんですよね。そう、年の最後にね、俺の悪いものすべて身代わりになってくれたとかね、いうね嬉しいコメントがあったりしてね、まあ確かにね元旦じゃなくてよかったですねみたいなね、そしたらこの1年を思いやられるみたいなねコメントもあったりして、いやー、そのおかげでね、まあより一層ね、このデイトナ君のねに対してのね愛着がすごい湧いたんでね、まあ今日はぜひ、最近ねちょっと車買っちゃってあんまりバイク乗らなくなっちゃったっていうのもあったんでね、特に冬なんで、まあそういうのもあったりして、やっぱりたまにはねちょっと乗ってあげたいなっていう気持ちもあってね、今日はこのデイトナ君とこの1日を共にしようと思ってます。でね、久しぶりに乗るとね、やっぱりねちょっと怖さはありますね。こう特にこういうスポーツバイクのカテゴリーね、スーパースポーツのカテゴリーはね、ちょっと間を空けるとね、なかなかねうまく乗れなかったりしてね、ちょっと体がなまってるんでね、そのあたりをね目覚めさせていかなきゃなっていうところでコーナーでございます。まあ先日ね、このデイトナのオイルも久しぶりに交換したばっかりなんでね、すごく回転フィールもね滑らかで、やっぱ楽しいっすねバイクはね。冬でも、こんな真冬でもねバイク乗っててやっぱり楽しいと思うんで、改めてねこのバイクもそうですけどね、このデイトナ君の楽しさに気づけるなっていうのはありますね。そうそう、そういえば今1月じゃないですか。で、来月ね、このデイトナ675の新モデル、デイトナ765モト2リミテッドエディションをね、限定で発売されますけども、どうなのな、最近、あんまりね、そのバイクの雑誌とか記事を見てなかったんですけど、そろそろね、いろんな情報とかね、解禁されてんのかなと思うんですけど、言う割にあんまり騒がれてねえなっていうね感じで、まあぜひね、もちろん試乗なんか出ないと思いますけどね、ちょっと乗ってみたいっすよね。ただ新型のね、そのモト2リミテッドエディション、デイトナ765ね、まあ超レアバイクになるわけじゃないですか。今回の俺でさ、31日にね風で倒れて、こんなウインカー折れたりなんなりしましたけど、それでこんだけショックなんで、もしそれがねデイトナ765だったと考えたらね、結構ゾッとするよね。まあ、フルカーボンだしね、いくらかかんだよっていうね。だからもうそれぐらいのバイク乗るなら、まあデイトナでもそうですけどね、今のもそうですけど、やっぱりなんかガレージとかね借りて丁重に保管しないとっていうのはありますね。もう乗るのが逆に怖くなっちゃうから、それぐらいのバイクだとさ、盆栽として楽しむっていうね、所有感を楽しむっていうね、そういう所有の仕方じゃないとやばいよね。皆さんこの年末年始どうでしたかね。まあ俺はもともと会社が10連休だったんですよ。でそこに有給をくっつけてね11連休にしてたんで、
まあ、毎年行ってるんですけど、年末になるとね、こうバイクで伊香保の方に行ってね、温泉ね行って1年のこう赤をね落としたりっていうのがね毎年恒例だったんですよ。で今年もねこう長い連休あったんで、まあ、泊まりでどっか行こうかなとかねいろいろ思ってたんですけど、うわー見えるかな、これ GoPro だと多分映んないと思うんですけど、向こうね富士山ね綺麗やわ。そうそうそう、それでいろいろ計画してたんですけど、ちょっとねいかんせん体調がねずっとここ何ヶ月か悪くてね、まあいろいろ病院通いとかもしてるんですけどね、そうなんで全部結局流れてほとんど家にいましたね。もうちょっとねとてもじゃないけど精神的にもねいろいろあってなかなかね俺にしては珍しくちょっとしたねノイローゼじゃないですけどうつ状態みたいな感じになっててね、もう全然外にも出る気がしなくて無駄に終わらせましたね。俺この42年間でこんな無駄に年末年始を過ごしたのは多分初めてっていうぐらいね、そんな年末年始を過ごしてしまいました。まあ明日からまた仕事なんでね、さすがにこれはもうどっかちょっとでもいいからね外出て出なきゃダメだなっていうことでね、今日はこう走ってますけど、まあ車でどっか走るよりもねやっぱりバイクでこうね風を感じながらね走りたいっていうのがあったんで、今日はね、まあ、どこ行くわけでもないですけどちょこっと走って気分転換したいなっていうね感じですね。まあこうやって風を感じて、まあちょっとやっぱ寒いですけどね、寒い寒い言いながらこう風を感じながらこう景色とね空気を吸うっていうね、このバイクの醍醐味これ忘れてましたので、俺完全にこれですよね。普段ほら普段使いずっとしてた時はこういうありがたみをなかなかね味わえなかったんで忘れてたっていうかね、そういうのはあったんで、この感じだよなっていう、ただ街中をね法定速度でこうゆっくり走ってるだけなんだけど、あやっぱバイクって楽しいなとかね、この感じ懐かしいなっていう、いやいいっすよ本当にバイクはね。またこうカウルが割れたりしてね、まあ2回目なんだけど、そうこういうのをちょこちょこ直したりね、やっぱこう見るとさ買った時よりもやれっていうかね、あっちこっちにこうね年季が入ってきてますけど、これがまたね俺と一緒に歴史を刻んできたっていう愛着があるわけじゃないですか。そういう意味ではねやっぱこのデイトナは手元に置いといてあげたいなっていうね、まあ俺がいい時も悪い時もね今まで文句一つ言わずに付き添ってね一緒に歩いてきたバイクなんでね、まあそういう意味では今まで俺が知り合ってきたとか付き合ってきた女とかよりもね一番長くそばにいるかもしれないですよね。もう何年目だこれ、5年とか経つのかな、4年とか5年ぐらい経つわけだからね何の話やねんっていう、しょうがない。そうでこの間久しぶりね、まあ、風が強かったじゃないですか、でバイク倒れて起こしてさ、だこれまた倒れるなと思ったんで近くのね自転車置き場みたいなところに避難させたんだけど、その時にねこう結構取り回しした時にやったら重いなって感じて、まあ、フロントの空気圧測ったら 1.9 しか入ってないっていうね、やったら抜けるんだね空気ってね今更ながらすごい初心に帰った感じがするよね。なんかいろいろ思い出させてくれるいいバイクですよこれ。どこ行こっかな、なんかさっきまですげえ晴天だったんだけど、これ雲がまたピンポイントで俺を追っかけてきてるぜしょうがない、いつになってもこれは変わんねえな、しかし俺らしいっちゃ俺らしいけどね。この間この KPJ のオフ会をやらせてもらったんだけどね、やっぱりねピンポイントでその日だけね雲行きが怪しくてね、なんかやっぱり俺持ってるよねって埼玉医科大学総合医療センターってね、これ俺もう何回もねここ最近の体の不調でね訪れてんだけどね、まあ、ちょっといろいろありましてもう来ないだろうっていうねしょうがない。いやしかし本当にね春が待ち遠しいな、こうなってくるとね
やっぱり一番の醍醐味はね、春ですからね、バイクはね。まあ、秋もそうなんだけど、秋ってどっちかっていうとさ、その夏が終わって透明な秋になってさ、なんていうか、こう一末の祭りの後の静けさみたいなさ、寂しさがあるじゃないですか、ちょっと、ね、風が冷たくなってきたりしてね。でも春っていうのはこれから暖かくなってくるっていう、なんだろうね、あのワクワク感っていうかね、心が温まる、そんな感じもあるんでね、やっぱり俺は春が大好きなんですよ。なんでね、今年の春は本当にいろいろなところにバイクで行きたいなと。さてさて、どこに行こうかな。ちょっとバイクでも見に行こうかな、久しぶりにね。買わないよ、お金ないんだから、しょうがない。さてさてと、やってんのかな。やってそうだね。はい、バイカーズステーションソックスに着きました。お、CBR か。アグスタ安いな。SNRR。 お、前期レートのある。お、安いね。前期のデイトナ R モデルです。カーボンかっこいいよね。俺もカーボンにしたい。うん、青もいいね。あれ、この色のデートなんてあったかな、前期。安いね。いや、しかし本当久しぶりにこうバイク屋さんに行ったんですけど、あんだけバイクがたくさんあるところに行くとやっぱ楽しいですね。そうで、俺が半年ぐらい前にね、そこのお店に行った時にさ、 F3、MV アグスタ社のね、イタリアのメーカーの MV アグスタの F3 っていう、まあこのデイトナと同じね、カテゴリーのスーパースポーツのバイクがあってね。で、そこのセリエオロっていうモデル、まあそれも限定車なんですよ。1台置いてあってね、まあ超ビッグプライスだったんで、もちろん買えるわけもなく、よだれを流して帰ってきたっていうね、のがあって、今日もね、ちょっと目の保養でそれを見に行きたいなと思って行ったところもあるんだけど、なくてね、あ、やっぱりそりゃそうだよな、売れちゃうよなと思って。で、出ようとしたらさ、奥の方に、あれ?と思って、あるやんと思って見に行ったらさ、もうバラバラにされててね、カウルは剥がされて。で、前にね、こう、売約済みの、シールがついてて、ああ売れたんかと思ってね。まあでもさすが MV ですよね。こんなこと言うと MV 乗りに怒られちゃうかもしれないですけど、納車整備という名の故障だろうっていうね感じで、もうバラバラにされてましたね。うん、まあでもね、やっぱ見た目のかっこよさはズバ抜けててね。俺モーターサイクルショーとか行くといつも MV のところにね、一番長いするんだけど、トライアンフよりもね、MV アグスタのブースによく行ったりしてね、そこでもよだれを流しながらね、いいなと思っていつも見るんだけど、やっぱりね、その市販されてるバイクの中でデザインに関しては、まあ、やっぱりね、デザインのいた車、イタリア車ですよね、やっぱりね。まあ、ドゥカティもそうだけど、やっぱりね、デザインに関しては俺の中ではその F3、F4 に勝てるバイクは今のところないんじゃないかなっていうぐらいね、やっぱりズバ抜けてるかっこよさがあってね。
あれでもうちょっとやっぱり耐久性があればね、飛びついて買うんでしょうけど、まあ買えないですか、ビッグプライスすぎてね。で俺がね唯一デイトナからもし次にね乗り換えるならって考えたらね、やっぱりアグスター F3 セリエオーロ一択かな。まあ欲しいバイクはもうそれ以外にないんでね、っていうぐらいやっぱりアグスター F3 セリエオーロ欲しいですね。もともと俺ほらこれ日曜の足でも通勤とかでも使ってたんでね、まあ、壊れてしまうとね、まあ、トライアンフもちょっと不安はありましたけど、意外と思ったよりは丈夫でね、致命的な故障はなく今のところ走ってくれましたんで、まあ、トライアンフはね意外と、まあ、日本の部品が多いですからね、まあ、耐久性はあるんだけど、アグスターとなるとねちょっと日常で使うのはどうかなっていうのもあってね、まあ盆栽で見てよだれを流して飯を食うっていうねそんなバイクなのかなと俺の中のイメージではありますけど、まあでもいつかは所有したい一台かな、バイク乗りとしてはね。走る宝石と言われてる MV アグスターですからね、バイク乗りとしてはね一度は所有してみたい。どんなもんなのか、どんだけ壊れるのかっていうね検証したいなとは思いますけど、いやもうお金持ちじゃないとダメだね。でもね買うのはできたとしてもね維持がやっぱ大変ですからね、しょうがないてなわけで、まあ、天気もいいんで帰りどっかでコーヒー、まあ、あたなあれだな、俺の久しぶりのね風道コース伊佐沼っていうところでねコーヒーでも飲んで帰ろうかなと思ってます。そっか、そういえばもうあれだよね、早いもんでもう年も明けたっちゅうことは来月再来月かもうモーターショーなんだよね。早いな1年が。本当にこの間俺モーターショー行ってね、まあ、動画出しましたけど、あれから1年、年々本当にこの年を取る1年のサイクルがね本当早くなってきて、あっという間だよな本当に。マジか、まあ、今年もこのデイトナと一緒にねモーターサイクルショー行きたいなと思ってますけど、さすがに今年のモーターサイクルショーは発売後っていうこともあってデイトナ765展示されてると思うんでね、実写ぜひ見に行きたいなと思いますわ。エンジンかけてもらいたいよね、エンジン音聞きたいよぜひ、その Moto2 サウンドがねどんなもんなのかっていう。マフラーかっこいいよな765の、あれマフラーだけこれに移植できないもんかな、基本的なこの作り一緒だからね流用できると思うんだけど、どうなんだろう。ここは春になるとねこの道はもうすごい桜でね満開になってね、桜吹雪の中をこう颯爽とね駆け抜けていく感じがあってすげえ気持ちいいんだよね。早く春になんないかな。そうここねすごいんだよ周りがね桜になって。伊佐沼に着きました。その唇その胸逃がさない Kiss me 孤独な夜を今すぐ消してくれ。さあじゃあ行きますか。てなわけでぼちぼち帰りますかね。しかしあれだね、久しぶりにこう元ブログと言われるねものをやってみるとね、何喋っていいか分かんないねこれねまあ普段ねこの一応喋り手としてね
活動させてもらってますけども、それでもねやっぱり運転しながら周りに注意を払いながら、車運転しながらだとね意外と喋れるんだけど、バイクを運転しながらだとね意外とやっぱ難しいですよね、操作が多いからね。なんでみんなあんな写真撮ってんだろうな、何にもないんだけど、しょうがない。置きっぱなしのデートなにまたがると昔みたいな気持ちになっちまう。ボンネットに寝転んだ奴らは寂しい星を見つけ、誰にもわからないような独り言をつぶやいている。一体何だったんだこんな連休、こんな暮らし、一体何だったんだ。きっと何もかもが違う、何もかもが違う。うわーお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 ー、翼を広げ、おー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 、風を求めて俺たちの真夜中の翼はボロボロになっちまう。どうしようもなくまた街に戯れる俺たちの終わりなきダンス。しょうがない。そうそう、俺動画にも出しましたけど、ここね、海平橋荒川、これほら台風19号でねだいぶやられたところですけど、だいぶ良くなったね、ここね、ほら復旧したな。爪痕はまあ多少はまだあるものの、ゴルフ場ももう運営始まってるしね。そこまで大打撃にはなってなさそうで安心しましたね、とりあえず。まあここまで復旧するのにいろんな人のね努力と苦労もあったんでしょうけど、とりあえずねここまで復旧して荒川も落ち着いてね、釣りしてる人もいるし、というわけで帰り際ちょっと地元の神社でね、今年1年の健康でありますようにっていうねことでお参りしました。今年ね初詣とかも行けなかったんでね、まあ今年俺あれか、後役になるのかな、なんでねちょっと本格的に厄除け的なことをねやんなきゃいけないんですけど、どっかでねツーリングも兼ねてじゃないですけど厄除けは行きたいなと思います。とりあえず簡単ではありますけど初詣お参り済ませました。てなわけで、まあ久しぶりのね元ブログ何を話していいのかは全然わからずにグダグダな感じで終わりましたけども、今年も1年またこういうね元ブログとか自分の趣味を生かした動画作りをしていきたいと思いますので、何卒今年1年またよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。風道でございました。バイバーイ。